はい、本日のジュニアチャンネルのゲストはこの方です。はい、北海道の高校1年生16歳、コノハと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コノハさんなんですけども、今どちらにお住まいなんですか？今は北海道の苫小牧というところに住んでいます。あ、苫小牧ですか。はい、ってことは活動拠点はその苫小牧になるんですか、今主に。どの辺？そうですね、はい、拠点は北海道になっています。はい、はい、それで今日は結構都内の方でも結構あれですか、ライブとかなんかそういうイベントをよく頻繁に今来られてるんですか？はい、東京アイドル劇場さんで毎月定期公演をやらせていただいています。はい、はい、だいたい、東京アイドル劇場さんが今のところ多いですか、定期公演は？そうですね、はい、定期公演は主にどういうことをやられてるんですか？定期公演ではオリジナル曲とか弾き語りとか、はい、30分間のステージの中で歌を歌っています。はい、弾き語りっていうことは楽器もコノハさんをやられるんですか？はい、ギターとピアノをやっています。あ、2種類も今演奏できるんですか？はい。それはあれですご自身でやろうって思ったんですか、きっかけは？そうですね、自分でやろうと思いました。はい、はい、それぞれどれくらいの歴なんですかね、そのピアノとギター。何年目くらいですか今？ピアノは小学校5年生くらいから始めて、はい、ギターは2年前くらいから始めました。それあれですか、2つとも独学でやられてるんですか今？どっか通ってるとかじゃなくて独学でやっています。はい、あ、そうなんですか。はい、そちらはあれですか、披露する機会っていうのは主にやっぱ定期公演がメインになるんですか、その他どっか披露する場面ってあるんですか？定期公演の他にも、はい、地元のドン・キホーテっていうライブとかでも、はい、結構披露することがあります。もう今大体レパートリーはどれくらい、結構何でもすぐ即興で弾けちゃうって感じなんですか？ピアノは、はい、ちょっとコードとかあんまりわからないので弾けないんですけど、はい、ギターは見れば弾けます。お、すごいですね。なんか一番得意な曲とかなんかありますか、ギター？まあ、ピアノどちらでもいいんですけども。やっぱりオリジナル曲があるんですけど、はい、オリジナル曲、はい、はい、自分で作ったビオラっていう曲が一番得意です。はい、それは作詞も作曲もコノハさん自身がやられたんですか？はい、すごいですね、それね。それ作詞作曲っていうのはあれですか、自然とできるようになったんですか？なんかちょっと曲作ってみたいなと思ったので、うん、ギターを弾いていたら、はい、いつの間にかできました。いつの間にか、もうそれ結構じゃ天性のものですね。なんかご両親がそういう音楽家とかそういうわけじゃないんですか？違いますね。はい、気づいたらできてたと、はい、いうことなんですか？はい、なんか学校でそういうの披露するなんかあるんですよ、文化祭とかで披露するみたいな。学校祭があったんですけど、はいはい、その時に洋楽を歌いました。あ、洋楽、ちなみに何を歌われたんですか？リバーっていうなんですけど、はい、そのご自身で演奏して、それは、はい、演奏はちょっとその頃まだ下手くそだったので、うん、音源で歌いました。はい、お、あとなんかそのなんか苫小牧でもあれなんですけど、なんかユニット組んでますね、なんか。あ、組んでます。あれなんていう名前でしたっけ？あれはトゥインズって言って、はい、うん、同じ学校のクラスメイトの人なんですけど。あ、クラスメイトの方なんですね。はい。じゃあどういうきっかけで組んだんですか、いきさつは、活動の。カラオケバトルっていうテレビ東京で放映されている番組があるんですけど、はい、それのチーム対抗戦で、はい、参加した時に誘ったメンバーだったので、はい、その成り行きでユニットを組みました。ちなみになんかその結果はどうだったんですか、そのテレビの結果は？優勝しました。優勝ですか？それは、初出場ですか？コノハは、はい、2年前にもソロで出演していたので、はい、2回目です。あ、2回目で優勝、はい、なんかユニット名ってどちら、誰が考えたんですか？ユニット名はコノハが考えました。あ、どういう思いを込めてこれ決めたんですか？それはカラオケバトルのユニット名ですか？うん、そうです、そうです。それはみんな15歳だったので、うん、フィフティーンズっていう、うん、可愛らしい名前にしました。あ、もうそれでその名前にしたということなんですね。はい、ソロで活動してる時とユニットで活動してる時、なんかご自身の中で心でなんか違いって何かありますか、感じる部分で？やっぱりユニットを組んでる時は、はい、相手の人に配慮をしたり、うん、自分だけが目立ってしまったりしないように気をつけています。うん、あ、相手の方もちょっと引き立てるように。はい、ソロの時はもうどういう心構えでやってます？そうですね、やっぱりソロの時は自分が一番輝ける状態で皆さんに歌を届けたいので、はい、うん、気持ちをとにかく込めて歌っています。はい、じゃあ結構あれですね、東京と北海道の結構行き来が今頻繁にあるってことなんですか？はい、どうですか、結構大変ですか、やっぱり最初の頃は結構大変だなって思ってたんですけど、はい、うん、最近では楽しみでもあるので。東京来るのは楽しみ。はい、結構気温差とか結構ありません？
え、でも、はい、東京も結構寒いじゃないですか、はい、だからそんな変わんないです。あ、そんな感じで差はないですか。はい、でも今北海道ももちろんもう雪ですもんね。雪国でもじゃあ結構路上ライブとか結構ね、X 上がってましたけど、はい、結構雪の中でも結構路上ライブやられてるんですけども。そうですね、最近ちょっと路上ライブに火がついた、はい、お、火がついたおお。なんかもう北海道の真冬にやることじゃないと思うんですけど、うん、まあちょっと少しでも皆さんに歌が届いたらいいなと思って寒い中歌ってみます。なんか路上ライブに火がついたきっかけって何かあったんですか。そうですね、やっぱりその名前をやっぱり広めていきたいので、うん、はい、それはやっぱ路上ライブが一番いいよっていう情報を得たので、うん、はい、路上ライブやってみようかっていうことでやりました。路上ライブあれですか、東京でも北海道でも両方でやられてるんですか。そうですね、やってますね、はい、路上ライブの方も結構頻度的には月2回くらいですか。路上ライブは、はい、冬休みとか時間のある時に、うん、はい、ちょっと組んでやるって形なので、はい、決まっているとかではなくて、はい、たまにやるって感じです。あ、路上ライブはソロでもやられるんですか。そうですね、東京の時とかはソロでもやっています。はい、あ、ソロでも、まあ、デュエット2人でもやるしソロでも頻繁にやるということなんですね。はい、コノハさんがそもそもこのなんて今の活動をするきっかけでなんかどういう思いから始めたんですか。そうですね、5歳の時に、はい、子役をやっていたんですけど。子役をやってたんですか。はい、その子役をやっていた時に、うん、短編映画の出演が決まって、はい、その主題歌を歌っていた方が、はい、歌を生で聴かせてくれたんですけど、はい、その時に、うん、歌ってすごいなって思ったのがきっかけで、はい、この活動を始めたんですけど。あ、じゃあそもそも役者さんを希望というか、はい、そこからスタートだったんですか。はい、子役自体はあれです、何年くらいで結構いろんなドラマとか出てたんですか。そうですね、子役は3歳から小学校6年生くらいまでやっていました。はいはい、じゃあ今もちょっとドラマの方は今あんまり出ないって感じですか、ね、今のところ。そうですね、今は事務所の方を辞めてしまったので、はい、あんまり出てない感じです。あ、じゃあ今ちょっとフリーでやられてるって感じなんですか。はい。あ、なるほど。あれですか、じゃあ普段ですね、その活動しててなんかその大事にしていることとか心がけていることなんかありますか。そうですね、やっぱり毎回来てくださるお客さんとかもいるので、はい、なるべく曲が被らないように構成しています。はい、あ、じゃあ結構レパートリーは順々に変えていってるんですか、普段。そうです、定期公演の時も。はい、オリジナル曲は今何曲くらいあるんですか。オリジナル曲は、はい、大体10曲くらいあります。それ全部自分の作詞作曲なんですか。全部ではないんですけど、はい、楽曲提供をしていただいた曲もあります。あって、はい、はい、それは結構ダンスとかもある歌もあるんですか。そうですね、あなたどっち派っていうアイドル曲が1曲ありまして、はい、それはダンスもついています。振り付けに関してもご自身で考えられてるんですか。振り付けは、はい、すごい方。あ、すごい方に依頼して。はい、依頼というかその子役のつながりで、うん、そのダンスをやっている方が振り付けをしてくださいました。どうですか、ダンスってやっぱ結構覚えるの大変ですか。ダンスも、うん、3歳からヒップホップをやっている。すごいですね。じゃあ結構幼少期の頃からもう芸能の道に進んでたんですか。はい、はい、気づいたらもう芸能入ってたみたいな。そうです、はい、じゃあもう勝手にも体を動き出しちゃうみたいな。はい、ご自身で振り付けをやってみようとかそういうのは何か考えあります。あ、でも学祭の時に、はい、そのみんなでダンスを踊りましょうっていうイベントがあって、はい、その時は自分が振り付けをしてみんなに踊ってもらいました。おお、あれですか。じゃあ作詞とか作曲っていうのはどんな感じで普段作ってるんですか。もう作るモードで作ってるの、それと自然の頭の中にポンポン出てくる詞とかがメロディーが出てくる感じになるんですか。なんか作るモードの時もあれば、はい、ポンポンと頭に浮かんでくる時もあるんですけど、はい、やっぱり作るモードに入った時の方がいっぱい舞い降りてくるので、うん、おーテーマ的にはどういうテーマが多いんですかね今のところ。そうですね、やっぱり応援ソングとかが多いかなって思います。うん、あ、元気になるような曲が多いって感じですか。はいはい、じゃあどちらかというとバラードより結構ポップな曲調が多いんですか。まあ半々くらいですかね。はい、どっちのご自身的には好みな曲ですか。バラードと明るいポップな曲。でもバラードの方が気持ちを込めやすいので、はい、まあ、歌いやすいなと思います。あ、バラード系が結構好きなんですね。はいはい、あ、じゃあなんか目標にしてる歌手さんとか、 なんか役者さんっています、小野さんの中で。うん、目標にしている方誰だろう、うん、やっぱりコノハは何万人とかいるステージに立つことが夢なので、うんうん、はい、
ツイッターステージになっている安室さんとか結構好きなので、はい、そういう人になりたいなって思っています。あ、じゃあ今どちらかといったらもう役者さんより歌手の方にもメインというか、はい、歌手さんにちょっとハマっちゃったというか、そっち系に今燃えてるって感じなんですか。はい、それでご自身で作詞作曲もどんどんしてると、はい、普段あれですか、ボイストレーニングとはもうやられてるんですか。そうですね、やっていますね、はい、あ、それはそういうスクールみたいなところに行ってって感じなんですね。はい、あ、わかりました。じゃあ今次の質問なんですけど、なんか趣味って木の葉さん今ありますか。趣味はハマっていること、お菓子作りです。あ、お菓子はい、お菓子は結構どんな得意なお菓子があるんですか、作ってるやつで。普段作るのはクッキーが多いです。あ、クッキー系が、はい、お菓子以外には料理って何か作るんですか。料理はあんまり作らないです。はい、もうお菓子が一番作ると、はい、お菓子は、はい、お腹空いた時に自分でお菓子作って食べるのが好きです。はい、あ、じゃあ自分で買いに行くんじゃなくても自分で作って食べちゃうって感じなんですか。はい、一番なんか得意なお菓子料理っていうのは、あ、クッキーか、はい、クッキーを作ると。その他どんなの作ります。その他はガトーショコラとか、はい、この前はマカロンも挑戦してました。マカロンも作るんですか。はい、それは大体ご自身でもレシピを見てなんかお母さんから聞くとかじゃなくて、はい、独学でどんどん覚えちゃってるって感じなんですか。はい、自分でやっています。あ、自分でガンガン作ってると、はい、なんですね。あ、わかりました。次の質問なんですけど、好きな異性のタイプってどんな方が好きですか。好きな異性のタイプは、はい、やっぱり優しい人が好きです。はい、あ、優しい人がタイプ的には好きと、はい、ということなんですね。はい、わかりました。じゃあ次の質問なんですけど、これまで聴いてきたアーティストの曲どんなの聴いてきましたか。そうですね、やっぱりヨリシカさんとかが結構声質が好きでよく聴いていたりしますね。はいはい、あ、なんか好きな音楽のジャンルとかってあるんですか。ちょっと意外って言われるんですけど、はい、洋楽がめちゃめちゃ好きです。確かに意外ですよ、洋楽ね。洋楽どんなの聴きます。はい、ハイホープスっていう曲があるんですけど、はい、それが一番好きです。お、ちなみになんか英語とか結構得意ですか。英語は一応習ってるんです、はい、習ってたんですけど、喋、はい、うん、れるとか全然できないんです、はい、意味もちょっとまだわからない感じですか。はい、将来的にちょっと英語の方もねちょっと勉強していきたいって感じですかね、将来に向かって。そうですね、はい、英語の歌詞とかね、はい、書けるようになるとね結構武器になりますからね。わかりました。じゃあカラオケってよく行きますか。行きますね。カラオケで必ず歌う曲ってどんな曲が多いですか。やっぱり、なんだろう、ライブの練習はもちろんなんですけど、はい、洋楽とかも結構好きですし、はい、ヨリシカさんの曲も歌います。あ、じゃあ必ず歌うのはヨリシカさんの歌ですか。はい、やっぱアップテンポな曲はカラオケ行ったら多いですか。そうですね、はい、じゃあアップテンポな曲で元気になるということですね。わかりました。じゃあ次の質問なんですけど、普段ですね、コマハさん活動しててなんか楽しい瞬間とか、はい、幸せと感じる瞬間なんかありますか。やっぱり、はい、その来てくださるお客さんとかが、はい、会えてよかったとか歌聴けてよかったとか、うん、仕事頑張った甲斐があったとか言ってくださると、はい、めちゃめちゃ嬉しいです。あ、なんか小札みたいなのもやられてるんですか。モデルさんみたいな仕事も。はい、あ、そちらは結構東京でもやられてるんですか。そうですね、東京でも北海道でもやってるという感じなんですね。はい、じゃあ次、逆でなんか一番今はその活動でなんか大変なこととか辛いことって何かありますか。やっぱり学業とそのアーティストとの両立が大変ですね。はい、うん、はい、具体的にどの辺が大変ですか。勉強の時間がちょっと取れないとか。やっぱりテスト期間になると勉強もしないといけないけど、はい、ライブもあって覚えないといけないこともやっぱりいっぱいあるので、はい、ちょっと詰め詰めで頭がいっぱいになります。なんかちなみに得意な教科って何かあります。得意なのは生物です。はい、あ、生物。はい、苦手な教科は。苦手なのは数学です。生物が得意だけど数学は苦手です。じゃあどちらかというと、理系が好きってわけでもないんですかね、数学苦手ってことは。そうですね、はい、得意なのも苦手なのもどっちも理系っちゃ理系ですもんね。はい、あ、じゃあ文系は結構普通って感じですか。そうです、はい、普通です。やっぱ生物が一番好きと。生物が好きってことは、なんか動物も結構好きなんですか。飼ってる動物とか好きな動物なんかいますか。そうですね、ワンちゃんを今飼っていますね。あ、ワンちゃん、はい、もう何年目くらいになるんですか。最近飼ったばっかりなので、はい、まだ3ヶ月とかなんですけど、はい、その前もワンちゃん飼っていて、はい、ちょっと今まだちっちゃくて、はい、可愛いです。ちなみにワンちゃんのお名前は何て言うんですか。
くーちゃんっていう。あ、くーちゃん、はい、結構でもあれですか、北海道だと雪が多くて散歩とかどう大変じゃないですか散歩は、はい、まあマルプーちゃんなので、はいはい、家の中でいっぱい走り回ってもらって。あ、そうですね、結構犬寒さって結構弱いですもんね。そうです、ね、じゃ散歩はそんなには、まあ、家の中で発散してるっていう感じで、はい、普段飼われてるんですね。はい、ちなみにそのワンちゃんの名前は誰が考えてるんですか？それもコノハが考えました。あ、ご自身で考えられたと、はいはい、ちなみに男の子なんですか？男の子です。あ、男の子で飼ってる子なんですね、はい、わかりました。次の質問で、今なんか一番楽しいこととか幸せと感じる瞬間なんかありますか？お仕事以外で。お仕事以外だと、うん、やっぱりお友達と一緒に遊んだり、はいはい、学校で過ごす時間とかが楽しいです、うん、あ、ちなみにお友達は結構そのコノハさんの活動は結構知ってるんですか？そうですね、みんな知って応援してくれています。じゃあ結構テレビ見た、テレビ出た時の反響とかどうでしたそうですね、しかも優勝したんですよね、はい、そのテレビが放映された次の日に学校行ったら、みんなが、うん、おめでとうって言ってくれて、はい、うん、すごい祝福されました。そのテレビに出る前から今の活動は結構もしてたじゃないですか、はい、テレビ出た後の反響ってやっぱ人生観というか周りの反響は違いました？そうですね、やっぱり声をかけてくださったりとか、うん、テレビ見ましたよとか、はい、学校とかでも結構言われるようになったので、うん、なんか知名度が上がった気がします。じゃあそういうライブとかやっても結構声がかかるように今まで以上になったって感じなんですね。はい、北海道でも結構そのなんかドン・キホーテ以外でもライブはどっかでやってるんですか？そうですね、北海道では、はい、路上ライブもそうなんですけど、はい、最近はその施設とかデイサービスで歌を届けるボランティア活動をしています。ボランティアもやられてるんですか？はい、それも北海道がやっぱり多いですか、ボランティアが？はい、あ、どうですかボランティアやってみて。そうですね、普段やっぱりそういった生ライブとかを見ない方たちが多いので、うんうん、はい、すごい感動して泣いてくださったりとかして、うんうん、すごい喜んでいただいて嬉しいです、はい、じゃあもう歌で感動届けると結構かなりやりがいもねありますね、はい、めちゃめちゃあります。でももらい泣きしちゃうとかないですか、周りが感動しちゃってて。いや、もう毎回もらい泣きしそうになりますもらい泣きしそうだけど、そこは我慢して歌ってると、はい、よくなって結構涙もろい方ですか？そうでもないですか？あ、でも人前ではあんまり泣かない人なんですけど、はい、もうずっと心の中で泣いてる。あ、人前泣かないってのはプロ根性というかね、はい、もうその辺がだいぶいい心構えですね、はい、じゃあちょっと次の質問なんですけども、はい、まあ、ちょっとまだお若いんであれかもしれないですけど、今までですね、一番苦労した私生活でことって何かありましたか？苦労したこと、うん、この時大変だったなみたいな。中学校の時が一番大変でした。あ、中学校、それは具体的にどういうところでした？なんか中学校に上がったからストイックにやろうと思って、うん、はい、毎日勉強もして、うん、はい、歌の練習もして配信もしてとか、うん、ライブもしてとか、はい、結構詰め詰めでやってたんですよ、うん、だけどちょっと時間が足りなくて、うん、あ、もうちょっと無理だってなりましたもうじゃあかなりも詰め込みすぎちゃったんですか、予定を？そうなんですよ、ね、あ、なんか燃え尽き症候群みたいになりませんでしたまあ大丈夫です、ね、あ、大丈夫でした、はい、あ、じゃあそれちょっと今その経験を生かしてもちょっと抑えてるって感じですかね、ご自身の中では。あ、ちょっと今ルーズすぎる面もその反動で、ですけど、はい、今ちょっと配信って言ったんですけども、配信もやられてるんですか今？そうですね、最近ミクちゃんの方で配信を始めました、うん、あ、それはどれくらいの週1くらいのペースですか？そうですね、週1でやっています。あ、週1で、はい、ミクちゃんですか？はい、あ、ミクちゃんでやってると。それはどういう検索かなんかかければ出てきますかね？はい、コノハっていうアカウントでやっているので、はい、検索していただければ出てきます。出てきます。はい、わかりました。じゃあコノハさんですね、なんか気分が落ち込んだ時とか辛い時ってなんかどうやってその気分をリフレッシュというか、はい、どうやって奮い立たせてますか？寝るか、はい、音楽を聴くか、はい、まあ、友達と話したりとかしてます。このハさん自身には結構どうですか、ポジティブですかネガティブですか？結構ポジティブな方だと思います。あ、結構じゃああんまりクヨクヨしないタイプですか？そうですね、はい、あ、もう嫌なことがあってもすぐ忘れちゃうみたいな。はい、寝たら忘れますね。あ、もう寝て忘れちゃうみたいな、はい、次の質問なんですけど、今夢ってありますか？さっきちょっとね、大きいライブ会場で歌うっていうのがあったんですけども、はい、夢は、はい、やっぱりそうですね、大きなライブ会場で歌を歌ったり、うん、まあ、街中で自分の歌っている曲が流れたりするのが夢です。はいはい、今あれですか、コノハさんのその曲、自分ご自身の曲ってなんかどっかで聞くことできるんですか？はい、YouTube とか、なんかその配信サイトみたいなので。
そうですね、 YouTube で配信されてるのもありますし、はい、サブスクで配信されてるのもあったり、うん、はい、あとは NFT っていうメタバースのなんかややこしいのがあるんですけど、はい、そのカードがありまして、それを買っていただいたらインターネットで聞けるところなんです、ね、はい、じゃあ YouTube チャンネルもコマハさん持ってるところなんですか。はい、一応ありますね、はい、そちらの方でも曲は聴くことができると。はい、多分聴きます。YouTube チャンネルは結構何年前くらいからやられてるんですか。 YouTube チャンネルは何回かちょっとアカウントを変えたりしてたんですけど、はい、うん、そうですね、中学校2年生くらいから、うん、1年生か、中学校1年生くらいから始めて、はい、で、まあ、1回やめて、はい、まあ2年前くらいからまた設立したんですけど、はい、今じゃそんなに頻度的には YouTube に関してあんまりやってないって感じですかね、更新は。そうですね、自分から配信するというよりも、はい、ファンの方が載せてくれたりするのが多いです。ライブとかそういう活動をファンの方が載っけてくれてるっていうのが多いんですね。はい、あ、わかりました。じゃ今なんか悩みってありますかね。そうですね、悩みはやっぱりお菓子をいっぱい食べちゃって、はい、太ってしまうことです。え、全然太ってないですけど、ご自身の中でやっぱりちょっとあるんですよ、基準が。はい、もうめちゃめちゃお菓子が好きなので、はい、最近は頑張って控えてます。あ、なんか運動とかもやってるんですか。運動はダンス部に入っているので、はい、その時に踊ってます。あ、それでカロリーを補償してると。はい、なんか市販のお菓子で好きなお菓子ってあるんですか。市販のお菓子はねるねるねる。あ、ねるねるねるね結構好きな人多いですよね。あれちゃんと混ぜて食べてます、はい、別々で食べる人もいますけど、はい、混ぜて食べちゃう。ちゃんと混ぜて食べてますね。あ、わかりました。好きな食べ物ってありますかね。好きな食べ物は、はい、ハンバーグとさくらんぼです。あ、ハンバーグとさくらんぼ。はい、北海道ってさくらんぼって結構なん名物というかいっぱい取れるんですか。あ、ちょっとわかんないです。さくらんぼって結構あれですね、マイナーというかあんまり普通に結構頻繁に食べるんですか、さくらんぼは。さくらんぼはそうですね、売っている時期になれば必ず使って食べます。あ、食べると、はい、でもハンバーグ好きって言ったんですけど、やっぱハンバーグはびっくりドンキのハンバーグですか。そう、北海道多いですよね。多いですね、はい、まあ、びっくりドンキのハンバーグも好きですし、はい、もちろんママが作ってくれたハンバーグも、お母さんが作った手作りのハンバーグがめちゃめちゃ美味しいし、コンビニのも美味しいし、はい、なんかそのなんか料理を習おうとかそういう、まだ今お菓子はメインですけど、はい、なんか料理を作りたいっていう願望もあるんですか、お母さんに教わって。あ、料理はちょっとめんどくさいから、はい、ちょっとまだとりあえずお菓子でしばらくは勉強するという感じなんですね。はい、あ、わかりました。じゃあ次、好きな飲み物って何かありますか。好きな飲み物は炭酸が結構好きで、はい、ジンジャーエールとかが好きです、はい、あ、ジンジャーエール。コーラとかは飲まないですかね。コーラは、はい、まあ、飲むんですけど糖分が多いから、はい、多いんであまりジンジャーで。はい、じゃあライブの合間はやっぱ水ですか。そうですね、水とかお茶とかが多いです。ライブの合間は、はい、わかりました。じゃあ次、好きな動物って。好きな動物はやっぱワンちゃんが好きです、はい、あ、ワンちゃんが。はい、猫ちゃんは飼ったことはないんですか。猫ちゃんはないですね。はい、もうワンちゃんオンリーで飼ってる、はい、ということですね。じゃあ結構あったかくなってきたら外にも散歩はやっぱ行くんですか、夏とか春とかは。散歩っていうよりかはなんかお出かけっていう感じで、はい、なんか連れ去ってます。お出かけで、まあちっちゃいですもんね。ちっちゃいです。結構スーパーとか行くときもたまに一緒に行くって感じですか。はい、あ、わかりました。じゃあ次の質問なんですけど、はい、コナさんですね、今一番大切にしている宝物ってどんなのがありますか。やっぱりその幼稚園の時代は神戸に住んでいて、その時にお別れしたあの幼稚園のお友達からもらったお手紙とか、あと2歳の時から、1歳か1歳か2歳の時からずっと持っているぬいぐるみがあるんですけど、1歳か2歳って言ったらかなり物心がつく前というか気づいたら横にいたみたいな。はい、それ今でも大事にしてるんですか。はい、今でも持っています。ちなみにどんなぬいぐるみ。ピンクのクマさんのぬいぐるみです、はいはい、どの辺がもう惹かれるというかもう気づいたら横にいたみたいな感じですか。はい、気づいたらもうちょっといました、はい、それは結構東京に来た来る時とかも一緒に連れてくるんですか。小学生の頃まではちょっとそれやってたんですけど、はい、ちょっとさすがに荷物が多くなってきて、はい、お母さんにやめなさいって言われたんで、はい、ちょっと持ってくるのを控えてます、うん、遠征の時はやっぱギターとかもマイギターとかもあるんですか。ありますね。今回もギターを持ってきています、うん、あ、マイギターを持ってきて、はい、それで実際に、演奏するということなんですね。はい、わかりました。では最後になるんですけども、コノハさんの告知とあればおっしゃってください。はい、
10月5日に北海道札幌市にてコノハのバースデーワンマンライブがあります。そしてその翌週の10月13日は苫小牧の大きな会場ですごい盛大なイベントを開催しようと考えているので、ぜひ開けておいてください。ありがとうございました。生誕祭っていうのはあれですか、それは毎年今やられてるんですか？はい、毎年やらせていただいています。今年で何回目くらいなんですかね？今年で7回目。あ、結構じゃあ、はい、もうだいぶなった回数的には多いんですね。はい、もう一個 その大きなイベントっていうのはちょっとまだ内緒っていう感じですかね。今後徐々に発表する感じですか？はい、はい、じゃあその、ワンマン、バースデーライブに関してはご自身で曲とかの、なんだろう、順番とかも考えてるんですか？はい、じゃあオリジナルも歌うし、はい、カバー曲も歌うということなんですね。はい、それは、行きたい場合はどういう手順で、なんか X かなんかで見ればいいんですかね？そうですね、チケットこれから X の方とか、はい、インスタの方とかでも告知しようと思ってるので、はい、チェックしていただければ嬉しいです。コノハさん、SNS 今どんなのやられてますか？ SNS は、はい、X と、はい、インスタと、はい、TikTok と、はい、スレッドをやっています。結構じゃあもうフルに活用してるって感じですね。はい、お TikTok は結構フォロワーさんは多いんですか？ TikTok はでも最近結構投稿するようになったので、うん、はい、2000お、すごいですねそんなにいるんですか一番力を入れてる SNS ってその中で何か特にありますか？はい、今はやっぱり、うん、X の方は結構フォロワーさんがいるので、はい、インスタとか、うん、シェイトとか TikTok の方がやっぱり徐々に伸ばしていきたいと、伸ばしていきたいなと思います。インスタの方も結構頻度はじゃあ多いんですか？インスタの方はあまり投稿はしていないんですけど、はい、スレッドとインスタが連携しているので、はい、スレッドの方に写真とかを投稿して、はい、そこからインスタの方に流れてきてもらうようにしています。はい、あ、じゃあ皆さんちょっと要チェックということですねはい、わかりました。本日のゲストなんですけども、コノハさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。